ハンスディーカー反応とは、有機化学における化学反応の一種で、カルボン酸の銀塩に収素を作用させ、有機収素化物を得る反応である。ロシアのアレクサンドル・ボロディンにちなみ、ボロディン反応とも呼ばれる。銀の代わりとして、酸化水銀を用いた例も知られる。ハンスディーカー反応は、数のようなラジカル的な気候で進むと考えられている。まず、カルボン酸の銀塩1が、 臭素と反応して中間体2に変わる。そこから、酸素と臭素の結合がホモリティックに解列して、カルボキシルラジカル酸と臭素ラジカルが発生する。酸から二酸化炭素が脱離して、ラジカルとなり、臭素ラジカルと再結合して生成物の有機、臭素化物5となる。ハンズ・ディエーカー。 シーエトール ,U.S. パテント2176,181、ハンズ・ディエーカー、H. ハンズ・ディエーカー、C. バー、1942、75、291、ボロディン、エアン、1861、119、121、創設、ジョンソン、R.G. インガム、R.K. ケム、レブ、1956、56、219、創設、 ウィルソン、CVORG、リアクト、1957、9、341、ミーク、JS オスガ、DT O オーガニックシンテシーズ、コール、ボリューム5、P126、ボリューム43、P9、リンクハットランプマン、GM アウミラー、JC オーガニックシンテシーズ、コール、ボリューム6、P179、ボリューム51、P106、リンク。 ありがとうございます。